マスクがある人で、残念ながら、一発目のライブ配信、ちょっと、当時の関係で全然、すみませんでした。配信できませんでしたので、ちょっと録画をしておきます。すみません。それでは解説をしていこうと思います。これはですね、奄美大島の方に行って、謝る海岸というところですね。謝る海岸、非常に良かったので、ライブ配信をと思ったんですけど、やはり電波の状況が悪くできなかったので、録画をしておきました。で、ちょっとスケッチのコツとか、ポイントとか、お話していこうかなと思います。で、この海岸などを描くときは、まず一番大事なのは水平線です。水平線を画面のどこに持ってくるか、これものすごく大事です。で、私はこれはだいぶ上部の方に持ってきました。で、手前の岩の動きによって、で、ポイントとしてはですね、とにかくその気候っていうのが大事です。気候とか太陽とかですね、風とかですね。で、まあ私はだいたい1時間ぐらいでやっていくことが多いです。光が非常に変わることが多いですし、まあこういうところ、奄美大島のようなところとかとね、島とかだと、結構天気が大幅に変わりますので、ヤフーの、何ですっけ、天気の雨出すレーダー的なのとかありますので、そういうのとかをチェックされるのもいいかなというふうに思います。私もライブ配信中そういうのをこう言うてくれた人とかもいてすごく助かりました。で、これはアクリル絵の具でやっております。まあ理由は簡単で、あんまりこう水を多めにせずにズバッともう色を決めていこうかなと。で、ちょっと雨も降りそうな雰囲気もあったので、あまりビチャビチャと水をつけるような絵で、は描けないのでということで、アクリル絵の具を使用しました。そういうのもですね、例えば天気が非常に良かったりすると、晴れた夏の日とかやったら、透明水性絵の具でジャバジャバに水をとか、少し今日は厳しいかなと思ったら水を少なめにとか、そういうところすごいコツです。スケッチのコツの大事なポイントです。で、この辺を読みながらやるというのも面白いし難しいし、そういうのを楽しまれたらいいかなと思います。そしてこう大きな仕事をしてます。やっぱり大きなハケでズドンズドンズドンとですね、で、やっぱり小さく小さく書いていくと時間がすごい過ぎてしまいますので、私の場合はやっぱりこう実物が目の前にあるということで、やっぱ色をしっかり合わせていこうということが僕の場合はスケッチの目的の大きな一つです。で、どうしても写真とか撮って帰ってきてしまうと写真の色と実際の色は違うんですね、どうしてもね。だからそこのところというのはやっぱりこうしっかり実物を見るということを大事にされてみてはどうでしょうか。その実物の色に合わせていく、これがまたポイントの一つかなというふうに思います。まあ本当に細かく細かく描いていきたいという気持ちもあったりもするかもしれませんけども、私はどっちかというと大きなこうストロークでズドンズドンズドンと画面を作っていくということをして、色彩を合わせて、頑張って合わせていくということ、そしてそこで体現する体で感じるみたいなことをしっかりと体に残していくということが非常に大事なんじゃないかなというふうに思います。もうこれ見ての通りですね、本当に画面を全体を見ながら一部分に偏って描いてしまうと、どうしてもそこの部分で絵の具が乾かなかったりしますので、画面全体に手を入れながら、それで、暗い色とかで構成とかをしていったりですね、していってるのは分かりますか。もうこちらの作品もですね、ね、お客様が、ね、持っていただいたのでありがとうございました。次の旅の資金にしていこうと思います。まあ、こういうふうにいろんなところに行けるというのはね、なんかもう画家冥利に尽きるなというふうに思います。で、ちょっと下の方とか少し筆を細い目のこの丸いラウドっていうんですかね、の筆に変えてみて、やっています。そして前後関係みたいなのは少し大事にしながら、向こうに見える波、ザザーっと来てますね。で、こう波とか動いているものとかっていうのは非常に難しいですけど、こう動いているパターンみたいなのもしっかりとこう頭に叩き込んであげるみたいな気持ちでやられるといいかなというふうに思います。どういう風になってるかなと。まあ、時間的には本当に1時間もこれ実はかかってません。これ25分でした。はい。で、ある程度書いてからホテルに帰って、記憶が鮮明なうちに書いて、そしてまた家の方で、加湿をするということをしております。で、画面の中にちょっと青気を感じるなとか、その場で感じた色というのは大事にしてください。その場で感じた色というのを大事にしていってください。それすごい大事ですよ。ね。
本当にこんな色かどうかわからへんって言うても、やっぱりこう自分の感じたものを描いていくということが非常に大事です。で、画面全体を僕なんかは見ながらこう描いていくということが、やっぱり画面っていうのは視覚、この視覚の中の舞台というのをやはり大事に考えていかないといけません。考えて描いていく画面を視覚の舞台というふうに考えて、そこにどういうこう、脇役がいたり主役がいたりとかですね、まあ、これ真ん中あたりのこの青さみたいなのと奥の海のコントラストみたいなのを大事にしていこうかなというふうに思って、進めていっております。はい、そういうことです。お兄ちゃんが邪魔してたんです。で、奥のここの岩なんていうのも謝る海岸と言います。ひらがなで謝る海岸ってね、奄美空港からすぐ近くでした。本当非常にいいですよ。もう3月海とか入れないシーズンとかのなんかこうもうスケッチの旅には僕は本当もってこいなんじゃないかなというふうに思いました。人もねそんなに多くなくてですね、僕はどっちかってあんまり人がいない目をかけたくないので、季節やら場所を選んで、それでもやっぱりいい場所を描きたいのでということで、そんな風に動くことが多いです。徐々に細かい描写も入ってきました。ね、でちょっとこう形が自信なかったらまた鉛筆で描き直してみるということをしてみてもいいのかなというふうに思います。まあ、こんな感じで画面全体に手が入りつつ、ちょっとこう白なんかも入れてグレートーンも作りながら細かい描写を少しずつこう解像度を上げていったということでございます。大きな仕事からね徐々に小さくなっていってるのがわかるんじゃないかなと思います。こういうところもですね、大きな仕事どんどんと勇気はいりますけども、水平の大きな動き、まあ垂直はそんなに難しくないんですね。重力に任せて手をストンと落とせば垂直というのは書けますけども、水平というのはなかなかこうね大変ですけど、ある程度こう訓練的なことも必要になってくるかなというふうに思います。ということで、こんな感じで描いていったということでございました。本日もご視聴皆さんありがとうございました。よかったらチャンネル登録、そしてグッドボタン、コメントなどいただけると嬉しいです。